皆さんこんにちは、エルザです。今回は発売からトラストを使い続けて未だにしているエイム練習について解説をしていきたいと思います。まあ、1年以上弓を使っていると初期から今まで続けているエイム練習っていうのがありますね。かなり偏った話になるかなと今回思ってますが、個人的にはエイムの維持や感覚の確認ができたなというところで、紹介をしていきたいなと思います。それでは最初はいつも通り普通にプレイした動画を流しますので、解説が気になる人は概要欄から飛んでいってください。それでは見ていきましょう。はい、今回ナンプラ遺跡のガチエリアですね。さあ、ローラー2枚にケルビ、これもパッと見濡れないよねなんでちょっとキル力強めでいこう。まあ多分キル取れないとね、エリアの確保もできないからね。あと押し込まれたらおしまい。さあ初動は左から。さあケルビンのカバー入りつつ、まあまあまあキルをね優先してエリアの確保を後回しにしよう。あーちょっとタイミング早かった。あ、ちょっと押され気味。そこいたそこいたか。やばいな。もうこれやばい。すでにやばいね。あんだけキル取ろうって言ってたけど、全然だな。さあ、どうしよっかな。どこいる？メガホンで、1、2、3。ついでにポイズンも投げて、ここお土産。ここは一回エリア取りましょう。リンクが足りない。で、こっから押し込まないといけないけど、基本的には左と正面、左正面だよね。右がちょっと来てるね。リンクが、敵インクついてるけど。リンクレールは変わってないから大丈夫。ここもちょっと追い打ちしといて、直音。あー取れんかった今。惜しいな。ちょっとねここは、あーちょっと塗り頑張りすぎた。いやーナイス玉ね。ほんと逃げるの間違えるとデスするからね。ちょっとしんどい。ここは飛んでいこう。もう積極的にいこう。で味方が取ってくれたメガホン、うん、ここ取って、よしよしよし。あそこ意外と届くからね、金網付近はね。大事大事。これちょっと前でよく。ここ。あー、外した。あー、でもここはカバー入ってる。で、こっちちょっと打って、ハイドラ、オメガホンとポイズンで抑えて、よしよしよし。あーと14だったら、まあいけるだろう。ここ、ここ、よっしゃよっしゃー。職腕のね、もう壁引っかかった瞬間、やっぱ狙うしかないからね。いやー気持ちいい。食案狩りは気持ちいいんだよね。ちょっと着地狩りに近い感覚があるな。はい、ということで、まあ、こんな感じで、この試合は終わりたいなと思います。それではね、本題の方を入っていきたいと思いますので、続きを見ていってください。それじゃあ本題に入っていきたいと思います。今回のテーマは発売からトラストを使い続けて未だにしているエイム練習について紹介していきたいと思います。まず1。基本は正面のバルーンをランダムに当てるっていうとこです。なんだかんだ続けているエイム練習ですね。定位置からこの場所のバルーンをランダムで狙うっていう風にしてます。で、まずは最長射程で当てるイメージをしてます。後衛に関してはね、最長射程で当てるのが大事ですからね。なるべく最長射程で当てる感覚からやっていきます。でその後は射程を近づけてレティクル反応台で当てるように練習したりしてますね。まあ、ちょっとね距離が変わるだけで当て感っていうのが変わるんですよね。まあ、縦の当て感っていうよりかは横の当て感がだいぶ変わるので、ちょっと画面の動かし方とかチェックするようにしてます。あとは僕自身は左右ですね、なるべく横の角度を取るようにしてエイムを合わせるようにしてます。あとは距離感にばらつきを与えるなら手前のバルーンを越して奥に当てるっていうことをしたり、角度を常に変えて当てるようにしてます。これは縦横どれもですね。で局者も当て感を養うのであれば距離と角度を変えて練習するといいです。まあ、これに関しては完璧に当てるっていうことが一番いいんですけど、かなりね難しい練習になるので、まずは当てれる
ていうのが大事かなと思います。多分当てれるようにするだけでね、思い通り壁裏とか狙えるようになってくるので、まあ、そこまで神経質にならずにするのが一番いいかなと思います。この M に関してはほとんどの人がしてると思います。まあ、基本にして頂点といった感じの M 練習になるかなと思いますね。二つ目は金網の練習です。まあ、金網の練習っていうのも実は可能ですね。というか最近するようになりました。まあ、金網の場合はこちらの位置に立って攻撃を当てるようにしています。まあ、大体最大射程でギリ当たるぐらいとなってますね。で、左の方の動くバルーンを活用すれば、高台からのエイム練習や金網の移動をしている相手を想定した練習もできます。地面と空中では距離感が狂いやすいので、当て感をチェックする上でもやってみると面白いんですよね。しかも動いてるとなると意外と当てづらいです。で、1に比べると必須ほどの練習ではないんですが、時間があるならたまにしておきたいエイム練習としてます。ちょっとね、高足とかいろいろ増えてきたんで、この練習は最近するようにというか回数増えましたね、正直なところ。3つ目は、さらに当て感を上げるならダミーが有効となります。まあ、続いてはダミーを使ったエイム練習になりますね。これは時間があるときによくやります。というのも、このダミーに関しては、実際のイカちゃんくらいのサイズとなっていて、バルーンよりも小さくなってます。そのため、当たり判定としてはシビアになっており、精度を上げるにはもってこいのかかしとなっているわけですね。まあ、最初の頃は正面から当てるだけとなりますが、意外と連続で999までダメージを与えるとなると大変だなっていうのがあります。まずは正面をやることが大事ですね。で、正面が慣れてきたら、今度は左右に動きながら連続で当てるようにします。で、左右の動き方に関しては、動画のように真横に動くパターンと弧を描くパターンっていうのがあります。まあ、両方ともね、角度が違うんでね。で、移動方法で距離感が変わるっていうのがありますので、意外と難しいっていう人もいるのかなと思います。一つの的に対して集中して当て感を養うことができますし、周りが広いのでいろんな動きを交えて当てることができます。最初の頃は当てづらかったですが、こちらも当てれるようになると以前よりも当て感が伸びたように感じますね。やっぱり人状態に当てるっていうなると変わってきます。あとは何より音が気持ちいいですね。バルーンの場合消えちゃうんで対象を変えるんですけど、同じ相手に対して何回も何回も何回も当てるっていうのはやっぱいいです。まあ、それに合わせて音も気持ちいいですね。局者もある程度なら試せるので、感覚を養うにはもってこいと個人的には思ってます。まあ、今回のエイム練習に関しては以上となります。正直エイムの向上はガチマを続けることが一番かなと思います。なんですが、試し打ち上でも最低限のエイム力をつけたり確認をするってことはできますので、こういろいろイメージを膨らませながらぜひ試してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。まだまだスプラの動画やその他のゲームも随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。